はい、おはようございます。漫画スクリプトドクター後藤です。今日はネーム直しがうまくいく方法についてお話ししていきます。ネームが一発でうまくいくとかってなかなかないですよね。あとは一発で全部できるっていうことがまずそもそもなくて、なんかこう途中で詰まっちゃったりしてうまくいかないなっていうことがあったりとか、あとは編集者の人にね、ここダメじゃん、ここ直してよって言われてね、でそこで直していくと、でまたじゃあ こっちがダメじゃんみたいな感じになって、この前ここ直せって言いましたよねみたいな、ね、編集者が言うことがコロコロ変わる問題とかもあるよね。でこれっていうのは、ね、実はでもコロコロ変わっているのかなっていう、なぜそういう状況になってしまうのかということも含めて、その状況を打破しなくてはいけないなと思っていて、まあつまりはネームをスムーズに直していくにはどうしたらいいのかというお話、めちゃめちゃ大事な話ですね。こちらをしていこうかなと思ってます。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画作りを楽しくしていくことを応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下のチャンネル応援ボタンお願いします。スマートフォンの場合は下に赤いチャンネル登録ボタンがあります。お願いします。さあ、これはですね、昨日僕ね、漫画奨励会というのをついに始めてね、漫画奨励会のスクリプト基礎コースというところではですね、その、課題ネームを見て、これどこに問題点があるのかねっていうね、課題点とかがあるのかねっていうのをね、探していくっていうね、のがまずベーシックな、それを毎月やっていく。これはね、もう多分基礎力なので、もう常に鍛えてなくちゃいけないことじゃないかなと思っていて、それをやっていってるんですけどもね、それをやりながらね、やっぱり気づいたことがあった。やっぱりこれこそやっぱり大事だなって思ったっていうことですね。で、もう今日はね、先に答えを言っちゃうとね、その症状と原因っていうのは全然違うんだっていうことに気づかなくちゃいけないっていうことなんですね。これがみんな、ね、分かっているかなっていうことです。症状と原因は別なんだよね。どういうことかっていうと、ね、これ病院とかだとね、分かりやすいんじゃないかな、例題はと思っていて、ね、じゃあ例えば今ね、頭が痛いですと、ね、咳も止まらないですと、すごい倦怠感ですと言ったらですね、あれかなみたいな、そう、コロナウイルスね、その今2020年の3月なんですけれども、今全世界的にコロナウイルスが流行っていて、もうめちゃめちゃ大変なことになっております。ちょっとね、記憶のためにお話ししておくとね、じゃあね、っていうわけでさ、ね、それってさ、じゃあもしコロナウイルスに感染したとなったらですよ、そのまあ今おとなしくするしかほとんどないんだけれどもね、そのコロナウイルスに感染してるんだったら、そのコロナウイルスに感染しているという状況を何とかしなければ解決できない、治らないじゃないですか。頭が痛いから頭痛薬を渡すとか、ね、咳が出るから咳止めを渡すとか、ね、もう倦怠感が出るからなんかテンション上がるドーナツを渡すとか、それで上がるか分かんないけど、ね、そうやっても結局それコロナウイルスに侵されているっていう状況が変わらないから、効果がまずないし、それでその他の症状が例えば収まったとしても、なんかじゃあ肺炎になっちゃったとか、別の症状が現れたりとか、そういうことが起きるっていうのが、漫画作りでも同じなんだよねっていうね。だからそれぞれそこに出てる症状を治したって、根本の部分の原因っていうところが見つけられなかったら、もう解決できないんだっていうことね。で、そしてこれがなかなか難しいというか、まず難しいんですよ。で、その状況に皆さんあるんだよっていうことをまず知ってなくちゃいけないよね。で、多分多くの編集者さんとは言えないかもしれないんだけど、その編集者さんはネームを読んで、その場に出てきてくれ、できている症状とかについては教えてくれるかもしれない。こういう症状になってるよ、こういう症状になってるよ、こういう症状になってるよ。で、みんなだからそこにまず着目して、それを直そうとしちゃうよね。まあじゃあキャラが立ってないよって言われて、じゃあキャラを立てる、まあでもキャラ立てって難しいけど、キャラを立てるってなんだろうっていうところから、でもまあ立てられたとして、でもキャラ立てられたとしても、でもこっちがおかしいじゃん。これまさにさっき言ってた体の症状と同じですよね。ので、こっちを直したって根本が解決できてないんですよ。だから他の問題として、他のところに問題点が出てきちゃうね。で、だからこそよくね、編集さんがね、言うことが、私の編集さん言うことがコロコロ変わっちゃうんですよっていうのは、変わっているのかなっていう、それはね、まあ変わっているんだけど、言ってることはね、でもそれは症状がね、大元の部分の原因を解決できてないから、
いろんな症状が出ちゃう、その症状だけ抑えてっても結果だから次この症状出てるよ、でこっちを抑えたら今度この症状が出てるよっていうことがコロコロ変わってるように見えてしまうんだよね。だからこれは難しいっす。だからその編集者の人になんでそうなってるのか原因のところをねお伝えしてくれるかというと、なかなかそれをやってくれる人っていうのは、いないかもしれないし、そもそもね難しいんですね、その原因を特定するということが。なのでまあ今日のもう言いたいこととしては、原因を特定するんだっていう考えを持たなければもうそれはできないんだよっていう話です。これね難しいんだね。例えばね、じゃあ僕この前針に行ったんですけどね、もっと言っても1年ぐらい前に針に行ったんですけど、中国針のくっそ痛いところが隣にあるんだけどね、そこ僕ねもうやっぱ肩こりがもう本当にもうこの肩の部分だけは僕より硬いんじゃないかと思うぐらい硬いんですけどね、でしかもやっぱり夜もごめんなさい寝つけないんですね。何に謝ったんだ、そう体に謝った、そう寝つけないんですね。夜中寝てもね、起きちゃうんですよ。でそれって何なのっていうと、だから睡眠薬を飲んだり肩こりを緩和するマッサージとかやってもあんまりだから効果がないんですね。で結果だからそれ治してもしょうがなくて、じゃあみんなどこにそれに問題があるのかっていう、お前の健康のどこに問題があるのか知らないよってなると思うんだけどね。で結局でもね、その中国針のね先生が、ねもうおじいちゃんの先生が僕の体をこうやって見てね、いろいろプニ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 お腹のところとか触ってさ、えお腹触るんだと思って、でしばらくこう考えるんですよ、ぼやーと、こことこことここに症状が出てるってことはみたいなね、君は肝臓が悪いみたいな感じになって、あ僕肝臓悪かったんだみたいなね、そうで、なんで肝臓が悪いのかっていうと、その肝臓が悪いことによって、なんだ体温が冷えてんのかな、体温が少し低下しているから、ここの血流が悪くなって、まず肩が悪くなっているし、さらに血の血液中の毒素が取り切れていないから、寝てる間に毒素が頭の方にまで回っちゃって、それで起きちゃってるみたいなこと、熱が回るって中国では言うとか言ってたかなっていう状況になっているから、肝臓を休めないことには、まずダメだよ。でそしてなぜ肝臓が疲れているのかっていうと、僕お酒とかも飲まないんですけどって言ったら、なぜかん、いやそうなんですよと、肝臓が原因なんだけど、それをさらに引き起こしているのは胃であると。胃が休んでなくて、僕ね確かにね生活時間のタイミングがすごい良くなくて、夜の夕ご飯遅かったりしてたのが続いてたんですね。そうするとだから胃が休めてなくて夜中、そうすると胃の隣のにある肝臓も疲れますと、でそしてそれが全てを引き起こしてたりしますみたいな感じになってて、だからまずその胃を治さない、胃をいたわらないことには始まんないよみたいな感じで、結局だから針で押したのはこの、まあその時くっそ痛かった、もう本当にこんなに針って痛いんだっていうぐらいに中国針でもうね、めちゃめちゃ痛かったんだけど、でもそうやってお腹をね治したりっていうことがあって、だから結果これ何の話してるかっていうと、そう根本お腹の部分の胃のところがあんま良くなかったみたいな、そういうことがあるんで、これが実は眠にも起きるんだよねっていうことなんですよ。だからこの症状とこの症状とこの症状が出てるっていうことはっていうところから皆さんも考えなくちゃ本当はいけない。そして大元の部分で何が根本的に原因になってるのかっていうのを突き止めない限り、なかなかその今の症状から脱することっていうのが難しいんだよねっていう、これねだからどうしていくっていう話なんですよ、ね、じゃあ例えばじゃあもうさらにじゃあ漫画の話にしましょうね。じゃあ漫画の話にすると、この辺はね奨励会のテストの時にやった作品なんですけど、ラブコメで男の子がね、ちっちゃいショタの姿にね、子供の姿になんかなっちゃうと。で今幼なじみの女の子とあんまりこう仲良くないから、なんで仲悪くなっちゃったのか、その原因が知りたいみたいな、そんな作品で、ね、めっちゃ面白そうでしょ。で、それでなんか女の子がね、普段は喧嘩してる仲なんだけど、
ちっちゃい男の子になるとめっちゃ優しくしてくれるのよ、ね、そうするとだからこう、ね、少しこう甘えたりもしちゃうんだけど、でも俺はこんな甘えてる場合じゃないと、ね、男らしくなくちゃいけないんだ、ね、こんなことやっちゃいけないんで、あ、またつい甘えちゃうみたいな、ね、そういう、ね、もうついだからショタ化をしてしまうって、本当は男らしく堂々といたいのに、ついね、そのショタの誘惑に勝てないっていう、その面白みを書いていくっていう漫画だったんだけど、これがでもね、あんまりこううまくいかない。それはなんでうまくいかなかったかっていうと、主人公のがそのなんで原因になっちゃう、なんで喧嘩するようになっちゃったのか、その原因されるぶりたいとか、彼女を知りたいみたいな気持ちが出てくるわけなんですね。そうすると彼女を知りたいってなっていくと、その小さい姿になって彼女を知っていこうとすることに対して、少し何かその堂々としてないじゃないですか。そういうことで主人公の好感度が下がっちゃったりしているっていうことと、そもそもこいつ何なのと、ショタ化したいのしたくないの分かんないみたいな感じで、主人公がどういうふうにしたいのかっていうのが少し迷走したみたいな、ね、こういう症状が出ましたとね。そのね、だから、まず症状として出てるのは、主人公の、好感度が著しく下がってしまった、ね、そして、中盤とかの、進めていくのも何をしていいのかがわからないから右往左往しているように見えるっていう、こういう症状が出てた時にどこに原因があるんだっていうこと、ね、でもうちょっと情報を加えると、でこの作品っていうのは、もともと原案っていうのはチームで作っていても、こういうストーリーにしましょうねっていうところはもう決まってて、でそれをある人が、ね、名誉を守るためにちょっとこう誰かは言わないけど、でその作家さんが、ね、もう書くと、まあ、これ拓司先生が書くんだけどね、拓司先生がねこう書いて、ネームタンクの交渉で、拓司先生ってもう普段全然ネーム書ける人ですよ。それでもそういう状況になったの、これなんでそういう状況になったのかねっていうのって、まあ、ここまでの情報ではなかなかわからないと思うけどね。だからその症状はね、ひたすら多分ね、本人も直し続けようとしたはずなんですよ。その好感度が低いとか、じゃあどうやって好感度上げていこうとか、主人公のそのね、進めていくのをもっと道筋過ぎていくのはどうしようって、その症状ごとの対策をしてもどん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 おかしくなっていくはず、ちぐはぐしていくはず。それは大元の部分が直せないから。でこれはなんで大元の部分が直せなかったのかっていうと、でもこれここからが回答編なんですけど、ね、つまりそれは原因としてまずね、作家のエネルギータイプが違う、創作タイプが違うんだっていうことがあります。まずこの話ってね、そのどんな風なモチベで書くかっていうと、この男の子かわいいなっていう、この男の子のついショタ化してしまう俺はっていうね、それをかわいいなこいつとね、つい欲望に飲まれてね、また俺はショタ化して甘えてしまった、ね、こんなことしちゃダメなはずなのに、やよし今度こそ気をしっかり保つんだ、またショタ化して甘えてしまったっていうね、お前何なんだよって、こいつかわいいなっていう欲望に溺れてしまう男の子かわいいなっていう目線で書くっていう、これはだから他者を眺める萌えの気持ち、あ、こういうの子かわいいなっていうね、そういう気持ちで書くモチベーションの話なんですよね、本当は作家として。なんだけど拓司先生っていうのはもっとそもそもが、今までのラブコメとか見てもらうと分かるんですけど、そういう他者を眺めるんじゃなくて、主人公と作家を、つまり書き手を重ねる書き方の、ね、作風の人なんですよね。だから主人公ともっと重ねて眺めるのではなくて、主人公と自分を重ねてね、もう俺は彼女のことが知っていきたいっていう気持ちを書く作家なんですよね。しかも特に拓司先生の萌えポイントとかも東西さんとかの診断で分かってて、萌えポイントは拓司先生はその知りたいっていう欲求、分からない人を知りたいっていう欲求もある人なんだよね。そうするとより彼女のことを知りたいっていうふうになっていってしまう、作品としては。それはもうどうしてもそういう作家の性質、創作のタイプとして、ね、彼女を知っていきたいんだっていう思い、つまり他者を理解するって大事だよねとか、そういう多分感覚があるんだと思うね。そうするとこの企画との相性があんまり良くないんですね。それは何でかっていうと、その知りたいのか知りたくないのかがね、もうその時点でバッティングしてるんですよ実は。だからこの話は本来は彼女のことなんて知りたくない、もっと彼女を突き放さなくちゃいけないっていう話なんだよね。
僕はしっかり一人前の男として初太なんかにはなりたくない、ね、もう絶対にもう彼女の秘密は自分の力で手に入れるし、もう基本はだから初太かなんかしても、ね、彼女はいらないんであるという、彼女を突き放したいという、ね、でその欲求を変えていくのがこの話は楽しい話だったはずなんだけど、ね、だけど作家の体質としては彼女を理解していかなくちゃいけないっていう、ね、思いがあると。だからここの彼女を突き放したいのか理解したいのかっていうところが、そもそも作風としてバッティングしてますよこれっていう、問題がある。だからここを解決しない限り他の部分でうまくやろうとしたって何にもならないみたいなことがあるよねっていう、ごめんなさい、今ね今回この僕がお話しした、ね、情報からそれを感じ取るっていうのはすごい難しかった、もう多分無理だと思うんだけど、実際本当はこうネームを見てね、これをやっていかなくちゃいけないよねっていうのがあって、ね、で僕はずっとこれが、ね、もちろん講師の人たちはね、その講師勉強会でその技術をずっとやってたんですけど、もっと広げて漫画奨励会っていうところで、スクリプト基礎コースっていうところでね、これをやっていきたいなと思ってますので、やっぱりね、これは他の人の作品でもそうだけど、自分の作品でもそうだけど、どこに原因があるのか、症状じゃないんだと、原因がどこにあるのかということをつかまない限り、そこを乗り越えることって難しいからね。ね、でそれをつかんでいくためにはね、やっぱりね、この訓練が結局いろんな人の作品を見て、どこに問題があるのかって、もうこれだから医学に近い何かだよね。だからもうこれは学んでいくしかないかもしれないなと思って漫画奨励会やってるので、ぜひちょっとね今回の話聞いてみて、あ、私もその技術が、ね、手に入れたいなって思ってくれた人は、まずね漫画奨励会ネームできる講座っていうね、東京ネームタンクの講座を受けた人が入れるところなので、うん、まずはそこを受けてもらって、漫画奨励会ね、別にそれプロ養成の場所って言ってるけど、プロの人が入ってくれたっていいし、もしくは全然ね、まだまだ初心者の方だって目指すっていうんであれば全然歓迎なので、よかったら、ご検討くださいというところです。で、今回ね、なので皆さんに伝えたいこと最後まとめとしては、ね、いろんな編集さんとかからもアドバイスがいろいろ来ると思います。例えばだからそうだね、キャラの好感度が低いとかさね、クライマックスが弱くなっちゃってるよとかさ、ね、でそれっていろんな症状が、ね、あるんだけど、その一つ一つの症状を治そうとしてもあんまり意味がないですよっていう、そのことをまず知るっていうのが大事で、でなのでむしろ大切なポイントはこれだよね。なんでその、症状が、なんでそのアドバイスを言わせてしまったのかっていう、ここを大事にしてほしいです。つまりそのアドバイスに応えると思うんじゃないんですよ。その言われたこと、こうした方がいいんじゃない、ここ、こうした方がいいんじゃないっていうのはまさに同じことなので、それは症状が出ちゃってるから、それを改善、こことこことここを改善した方がいいんじゃないっていうのは、もう誤解を恐れずに言えば、そこを改善しなくていいっす。それはなぜなら根本が解決してなければ、そこを改善したって他のところがダメって言われちゃうからね。そうじゃないんです。こことこことここが悪いから直そうねって言われたら、じゃなくて、それを言わせてしまったのはなんでなんだと、ね、大元に何があるんだと、ね、なんでそれを言わせてしまったんだ。これは僕はもうずっと打ち合わせしながら、ね、まだ僕自身自分の理論とか構造とかが確立する前から、もうここのこれはそうなんだなってことだけは分かってたので、そのね、表面だけ直しても意味ないんだなっていうのはもう100万回ネーム直してきた中で分かったので、なんで言わせてしまったのかっていうのはずっと考えていく、ね、でそうすると多分本当に大事なものっていうのも見えてくると思うし、その足りないものっていうのも見定められるんじゃないかなと思ってます、ね、今回ね、だからどうしてもちょっとそれがじゃあね、自分で見つけられるようになるのはね、もちろん練習とか訓練もいると思うんだけど、まずその発想がないことには先に進むこともできないので、ね、ぜひね、皆さんもね、こうアドバイスがあふれる世の中になってると思うんですよ。もうあちこちからアドバイスが来ると思います。それはもちろんやっぱりさ、分かりやすいんですよね。その熱がある人の熱測って、熱ありますよっていうことは誰でもできるから、ね、その表面上に現れている、ね、ことを指摘するっていうのは本当に誰でもできることだからこそ、多分こんなにアドバイスっていうのは溢れちゃうと思うんだけど、でもそこじゃないんだよね。そのアドバイスの奥になぜそれを言わせてしまったのか、ね、これを考えてあげてほしいなと思ってます。
さあ、じゃあね、今日のところはね、そこまでです。ひょんひょんとね、チャンネル登録ボタンが出てくるので、まだの人はぜひチャンネル登録ボタンお願いします。あとはファンボックスとかでもね、おまけ動画とかも撮ってるんで、ファンボックスも見に来てくださいね。それからね、感想とかありましたらね、ぜひツイートとかもお待ちしておりますということと、ぜひね、ネームできる講座や漫画奨励会待ってますので、結構ね、楽しかったですよ。やっぱりこのみんなでね、考えていくということはすごく、うん、なので一緒にやっていきましょう。じゃあそんな感じです。また次回です。またね。